ン畜生の別アングルは、あった。シーザリオの走り、もっとよく見ておかないと。私だけか。こうしてる間にもシーザリオは…って、ダメダメダメ、また考えちゃってる。シーザリオのこと今は一旦置いといて、トレーナーさんからもらった資料によると、まず注目すべきはデアリングハートさん。その勝負服姿超決まってるよ。最高。Thanks。 こんなにたくさん駆けつけてくれて嬉しいわ。サイズ合わせがまるでお披露目パーティーね。そりゃ来るよ、楽しみにしてたもん。センスも着こなしもやっぱ半端ないわ。それ着て勝つとこ楽しみにしてるね。ええ、もちろん期待していて。じゃ、着慣れるためにも早速少し走ろうかしら。みんな付き合ってくれる？オッケー。スリー、ツー、ワン、ファイヤー。はぁ、ハートだ。すっごー、あの子いつも友達に囲まれてるけどさ、やっぱこうギラッと目立つ走りするよね。わかる。海外の超エリート家系で留学生で、ただでさえ目立つのに実力まであるんだもん。あるってか、むしろ上げてきてない？前のレースの時よか体もこうグッと引き締まってきててさ。確かに、次のレースじゃもっとすごい走り見せてくれそう。まさにうちらのクイーン。デアリングハートさん、確か阪神ジュベナイルフィリーズでも一緒に走ったことのある相手だけど、周りの子たちが話してる通り、あの時より確実に強くなってる。力強い閃光型の走り、あれが私の次走の相手。はい、ラインクラフト、私に会いに来てくれたの？ハートさん、いえ、その、これは全然偵察とかではなくって。偵察大歓迎よ。よかったらもっと近くで見ていく？あと聞きたいことがあれば言って、何でも答えるわ。それでも私、フィリーズレビューじゃあなたに負けるつもりはないから。レースは私が支配する。ポジションは譲らない。阪神ジュベナイルフィリーズの時とは別人だと思ってね。強くなったわよ、私。同じ先行タイプとして正面からぶつかり合いましょう。そして勝つのは私よ、ラインクラフト。さ、シェイクマイハンド、オッケー？次走はよろしくね。この子、実力もだけど圧が、心が強い。さて、エアメサイアさん、前走のエルフィンステークスでは好位置から抜け出す見事な差し切りを見せていただきましたが、気力、実力ともに充実しておられるようで、トリプルティアラ達成に向けもはや準備は万全といったところでしょうか。
備えとは手順に従い問題なく遂行してこそと存じます。その上で万全を期してなお想定外に出くわすのがレース。まずは来たる桜花賞に向け、同じ阪神レース場開催のフィリーズレビューにて盤石の結果を残し、自身をより高め揺るがぬ実力をつけてまいりたいと考えております。あれがエアーメサイヤさん。そうだ、確かあの子のお母さんって。なるほど、ありがとうございます。その紳士で堅実な姿勢、さながら現役時代のお母上のようであるとも評判ですが、お母上はトリプルティアラ路線、その全てで3着以内に入りながら1着は逃すという惜しい結果に終わっています。それについて。ええ、だからこそ娘の私が勝利してみせます。必ず勝ちます。お集まりの皆様、その時はどうか語ってくださいませ。母の惜しさではなく、残し繋いだ栄光の尊さ、その素晴らしさを。エアメサイヤさん、冷静で理智的な感じだけど、やっぱりあの子も。ラインクラフトさん、ご挨拶が遅れすみません。会見お越しいただきありがとうございます。あ、ううん、お越しというか潜り込んじゃったというか、その。いえ、ご遠慮なく。特段隠すようなこともございませんので。フィリーズレビュー、もう目前になりましたね。ご活躍は聞き及んでおります。ですが遅れを取るつもりはございません。お手合わせよろしくお願いいたします。この子も静かだけど熱い。瞳の向こうに炎が見えるみたいに。メサイヤさんにハートさん、私分かってなかった、気づけてなかった。二人の強さも怖さも全然。機会をくれてありがとうございました、トレーナーさん。ちゃんと見てきました。ハートさんの走りは私と少し似ています。そしてあの方には自信に裏打ちされた強い心という武器がある。位置取り争いなんかじゃ絶対引かないと思います。自分の走りをするって意識がなきゃ相手のペースに巻き込まれるとこでした。そしてメサイヤさんは、過去のレース映像を見ましたけど、ラストのキレは私より数段上です。末脚勝負じゃ勝てない。意識せず好きに走らせてしまっていたら、きっと最後で差し切られていたと思います。他のことに気を取られてる場合じゃありませんでした。私やらなきゃいけないことがいっぱいあります。トレーナーさん、あの二人に勝つためのフィリーズレビューに勝つためのトレーニングお願いします。にゃよし、ハートさん、メサイヤさん、フィリーズレビューよろしくね。私負けないよ、あなたたちに勝つ。今日はそのために走るよ。かなり仕上げてきていますね、こちらを射抜くような瞳。相当な気迫を感じます。そう、ナイス、いいじゃない。それでこそだわ、ラインクラフト。
さあ向かいました。直線コース、デアリングハート、5番手から一気に抜け出してきた。エアメサイヤもこれを追うが、ライングラフだ、ライングラフト、一番人気ライングラフトもここで上がってきた。デアリングハート、エアメサイヤも追いすがる。これは接戦、これは大接戦です。本当に、でも勝てたんだ。私